こんにちは、学助です。やっていきます、ヴィーナス&ブレイブスです。はい、遠征いきます。はい、来年が最悪の日でありまして、さらにフェルミナの方で問題が、シュパンさんがね、あの女の子の交差でそこね、お父さんを毒入りエールで殺そうとしているという話が入ってきました。いやー、恐ろしいことするな。よくあるあれだね。いつ何時災難が降りかかろうと、大事なものを守るには常に心構えを怠りなく保つのだ。はじめまして。私の収めた技は人を傷つけるためではなく、他人を守るためのもの。これでも良ければ教えよう。ただし一人だけだ。誰にするか選ぶたまえ。騎士さんにするか、負け士さんにするか。新官さんもありだね。今、騎士さんかな。一番の期待の星。ああ、人との盾となる。はい。ああ。初めての文章だから読みたいのに。よし。では。また達人さんっていう話だったっけ？アイテムに関する情報。これが達人ね。不快の盾。あれ？二人もだったっけ？やったね。え？あ、二人もいたね。両方盾だったんだ。近いね。一回達人さんの話を聞きたいですね。おお、年がもうすぐ変わる。まあもう一回マキシさんかな。よろしい。これでそなたは人の盾となる力を身につけた。あとは実践あるのみだ。地を教えによって我が力はさらに増した。感謝する。その技が一人でも多くの者を守ることを願っている。さらばだ。はい、だね。はい、祝福の日。戻る時間ないかもしれないね。はい。エイド君があと1年、シャッケルがあと1年ですね。ユマさんもあと1年。ラブシャちゃんが2年。はい。わあ。何が起こった？あ、一気に全盛期の人たちが溜まったんだな。バル君が入ってる。バル君じゃない、パル君だ。はい、新しい世代のものです。マグリッタちゃんか。あれ、バルキリーさんいなかった。もう入ってるのがその子か。マグリッタちゃんね。マズちゃんが今一人ぼっちになっているので、マズちゃん交代しよっかな。結構強くなってる。17から25だって。マズちゃんちょっと早すぎないですか。早すぎないかな。どうだろう。いやー、マグリッタちゃん強いんだろうけど。早いなー。この二人ももうすぐ終わりなんだけど、外役がどんなものかわかんないから、外したくない。
角ならマグリッタちゃん連れていく。いや、どうだ？HP と攻撃力以外は。フレリッサさんの方が強いな、すでに。はやー、ちょっとごめん、マグリッタちゃんは取りやめです。悩みどころだったけどね。クロクとカルシャディルくん、こう。稀に見る。類稀じゃないな、最近。はい。はい、で。ディニーファッサー、マキチさん、強かったな。はい。お、すごい人いっぱい来た。偉大な魔騎士にして我らの友、モルイベンさんね。うわ。え？人数、来る人数違うんだ。やっぱり、すごい、すごい強かったとか、そういう人は、人がいっぱい来るんだね。モルイベンさん。いや、以上ですか。ガレフさんはまだ元気か。モリリーちゃんはいないんだ。悲しい。さて、もう一応向かっていこうかね。ヘルミナのところ一応行こっか。あの話聞いてから、行ってないから。弱そうなのが出てきたぞ。あ、なんか大量に出てきたなぁ、今になって。ちょい。特に何もないかなぁ。あ、条件ね。先の魔物騒ぎは、私にも相談してくれればいいのに。一度でいいから王様のお城に入ってみたいな。きっと素敵なところだよね。そうね。おじさんも、おじさん、王様もいい人だし。あらあら、まあまあ。はい。信仰のアンク。回復力だな。防御補助と回復力だな。神官さん？装備のない騎士がいること。いないなぁ。プラチナの盾一回上がったばっかりだから、一回外すっか。出てくる。ちょいと待ちぼ。進行のアンク。よし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 。オッケー。回復力だね。納得。ちなみにレベル2ですね。ミカさん。でも、ネギの紋章の方がいいか。フラットには、プラチナの大盾を、装備し直して、よし！敵倒しに行けるかね。いや、多いぞ。2年、5年、6年、3年、5年、2年。内側行こっか。一回帰ろっか。帰れるかな？あ、イベント発生です。ギリギリ。
ギリギリ始まってしまった。視聴室。やだよ。止められるかな。市長、お誕生日おめでとうございます。今日は特別に美酒を用意させていただきました。どうもありがとう、シュパン。お前はよくやってくれている。ちょっと待った。私は君のような息子が欲しかったよ。市長職が法律で世襲、男子継承と決められているのが非常に残念だ。私は秘書で十分です。さあ、乾杯を。うむ。お、来た。お父様、飲んではいけない。お、落とした？アルビ、何をするんだ。せっかくの酒だ、酒が。それは毒よ。シュパンはお父様を殺して市長になろうとしているの。気をつけて。なんて言いがかりだ。妄想もここまで来るとひどい。視聴者への無断侵入及び視聴秘書に対する侮蔑、見逃せません。市長、ご判断を。お父様、信じて。はあ、法律を施行するこの者を捕らえよ。お父様。アルビ、私は情けないぞ。しかるべき刑に服しなさい。え、飲んじゃうの？残念でしたね、お嬢さん。助けよう。スルギ殿来るかな？予言の年だが、特に変わりはないようだな。罪悪が起きるまでのこの待ちが辛いんだよな。そうなんだよね。ブラッド、フェルミナでアルビーが捕まったわ。なんだって？シュパンの陰謀です。早く行ってあげて。あ、普段だったら、寄り道って言われるやつだった。スルギだけでは救えません。けど、いいのか？予言の魔物は王都に出るんだろう？まだ現れていません。危機は今、フェルミナにあるのよ。怒られそう、アリアさん。早く行って、すぐにまた戻ってきてください。待ってるわ。アリア。よし、みんな、フェルミナへ急ごう。はい。アリア様、いいんですか？ええ、これでいいのです。はあ、フェルミナについてみると、街は魔物たちであふれ返っている。魔物はフェルミナの方も堂々と街の正門から入ってきているよ。またそこに門番の姿はなかった。あ、シュパンが呼んでる。なんだこれは。おそらく予言の魔物の余波で雑魚どもが大量発生してるんだろう。では王都に災厄が。ああ、時間の問題だ。畜生、早く戻らないと。お主らなぜここにいる？王都の魔物討伐ではなかったか？先にアルビーを助けに来たんだ。かたじけない。アルビー殿なら無事だ。拷問執行の前に魔物の襲来があったゆえ助かった。運の強いお方よ。それはよかった。町がこうなった今となっては、鍵のかかった牢獄島の方がむしろ安全だな。しかり。じゃあ、俺たちは王都に戻るよ。ここの魔物、数は多いが、雑魚ばかり。フェルミナの民に任せても大丈夫なはずだ。確かに、民だけでここは乗り切れるだろう。ならば拙者もそちらの助立ちをいたす。大丈夫かな。スルギ、いいのか？うむ、アルビー殿を守ることが拙者の天命。固くそう信じて、掟を全うしてきた。しかし今、お主らの向かおうとする道を知りつつ、黙っていることができない。どうしてもできるのだ。エイド、お主と同じように。うわ、いいね、熱い。スルギ、お前も掟が自分になったんだな。ああ、ワクワクする。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。嘘だ。嘘だ。今
ナちゃんかエイド君とも交換させてほしいな、そうするんなら。ちょっとなぁ、困ったなぁ。困ったよ。困ったぞ。あらら、そうなったら魔女ちゃんになるな。ありゃー。よし、急ぐぞ。まず王都を守る。御意。そうだ、手遅れにはさせない。バルクウェイの悲劇はもうたくさんだ。うん。間に合うかな。中央の都は黒きの上の祭り向けのネグラとなるだろう。災いは都を黒く染め、すぐに全ての世界に向かうだろう。最悪の時が来た。はい、守りましょう。どんなもんかな、今回の最悪は。7連戦ぐらいかな。ブラッドの予想通り、オートではすでに黒き無限の災いナグゾッサールが暴れていた。そっか、ナグゾッサールか。ナグゾッサールは転生を繰り返したせいか、もはや言葉すら発しない。殺戮だけを目的とした魔物と化している。だが幸い、ブラッドの素早い決断が功を、功を奏し、被害はまだ最小限に抑えられていた。功を奏しです。ナグゾスサールはどこへ行った。知るか、そこどいてくれ。うん。おい、慌てるな。一人でも多くの人間が立ち向かえば。綺麗事を並べるな。ありゃ妖言の魔物なんだろう。そいつと戦えなんて死ねと言われてるようなもんだ。俺は命が大事なんだよ。畜生。ブラッド、落ち込んでいる暇はないわ。アリアの後ろには様々な武器を持った人間が控えていた。皆、不安と緊張とやる気の入り混じった曖昧な表情でブラッドを見ている。おお、手伝ってくれる子いた。俺たちも戦うよ。怖いけど、誰かがやらなきゃな。この前の子じゃない。でも、すごい刃こぼれしてるよ。大丈夫？みんなありがとう。覚悟しろ、ナグゾッサール。いきなりナグゾッサールなら1回で終わりだな、このパターン。よしよし。310の攻撃力8。新しい攻撃してこないね。素早さすごい速くて。初回攻撃力が3だから12だね。で、回復が6。複数攻撃が 3×3。HP 吸収。ん？ちょっと弱すぎない？これ。なんかがある気がするな。7。はい。複数攻撃、吸収2回連続ね。ありがたい。複数攻撃 3×3 だけど、あれ？初回攻撃力3じゃん。私計算間違ってるぞ。攻撃力11だ。複数攻撃が6プラスの6、12。吸収が2回来るね。吸収。C、A だったらダメだ。C。
うん、いっぱい吸収されちゃうけど、やっぱ ABCAABC かな。で、A は複数攻撃食らわないから、11くらで11回復できる。あ、騎士さんちょうど良さそう。あ、11も回復できない。いや、守ればいいんだ。一番 HP 低い人。一番 HP 低い人を完全守りして、うん、つまり11守りして、よしよし。あ、ここって人間関係に関係ないんだな。じゃあレベルのことだけ考えてればいいんだ。 CAABC はうん、2列目は回復でいこうかな。ラグシャちゃんの出る幕じゃないかもしれん、これ。そんな大したことないぞ。ここさえしっかり守れば OK。 複数攻撃食らった時は6回復できればいいから、うん、守れば OK だね。守ればいい。なんだ、結構適当でよかったな。せっかくだからスルギさんを連れて行こう。回復できないぞ、スルギさん。パルシャディルちゃんは回復できないぞ。つまり カルシャディルちゃん行こうか。スルギさんはダメです。はい、こうやって、あ、バルキリーさん単体でいいのか。まあ、いっか。うん、これでいこう。こんな弱くていいの？こんな弱くていい？どうしようかな。回復できんね。ほんとかな？弱すぎないかな？いいでしょ？守るでしょ？大丈夫でしょ？みんな、行くぞ！一回で終わらない気がするけどなぁ。もうナルザスアル喋れないんだ。はい。このね、この演出が長いのよ、すごく。はいはい。うん、ツンツン。
はい。あ、そっかそっか。はい、もう最強二人が行くよ。吸収されるところまでいかなかった。強すぎる。はい、カルシャネルちゃんはまだまだ成長するしな。はい、シルギさんがいきなり入りましたね。はい、回避、あ、もう回避されたの？なんだい。あ、ヤッホー、今度こそ殺してやる。いい、勝手に真似は許さんぞ。すみません。ブラッドボール、それで街を守ったつもりか。負け惜しみを言うな。俺たちは勝ったんだ。勝った。何に？魔物はラグゾッサール様だけではないのだよ。ああ、ダミがなかなか頑張りよってな。つまらんから一匹ほどとっておきの魔物を放っておいた。放っておいたかな。奴だけはダミの力では倒せぬだろう。なんだって？今頃フェルミナを食らい尽くしていることだろうな。おっと、待てよ。最悪とはまた別のお遊びで放たれたのか。いやー、むしろ監獄にいてよかったんじゃない？怖くない、怖くない、怖くないったら。いやー、でもやっぱりちょっと怖い。誰か来て、スルギ、ここから出してちょうだい。え、あ、市長フィリオだった。鍵を開け、牢屋に入ってきたのは市長フィリオだった。お父様？アルビ、すまなかった。私はお前に何と詫びればよいか。シュパンの悪事がすべて明るみに出たよ。奴はこの魔物騒ぎに乗じて私を殺そうとしたのだ。逃げ切ったわね。よかったー。お父様、無事でよかった。さあ、アルビ、早く出なさい。ここにも魔物が押し寄せてきている。あ、おっと、そこまでだ、お二人さん。私はまだまだ登り詰めたいんでね。悪いが、知りすぎたあんたらには消えてもらう。シュパン、どこまで汚いやつなの？その時、魔物が恐ろしい方向とともに現れた。あ、一番近くに立っていたシュパンが瞬く間にその鋭い爪の餌食となった。むごたらしい光景。魔物の目に居すくめられ、市長もアルビーも震えることすらできなかった。いや、もう、私、まだ何もやってない。何も言ってない。こんなところで死ぬのは、いや。お？誰だ？あ、ユーマーさん。適当に爆発させたな。無事か。火薬の量がちょっと多かったな。あなたは、キリン騎士団の？アルビ殿、遅くなってすみませぬ。もう心配なさるな。ここは拙者らにお任せあれ。引っ込んでろ、雑魚が。ちょっと長くなりそうだから。よし、わーお、なんか新しい人が来たな。石化攻撃か。頑張ろう。長くなりそうなので、一回ここで切ります。ご視聴いただき、ありがとうございました。